が狂ってるのもしか狂ってるか本当に難しい。寿司顔さん、バカなのもと評価されるべきと。デデンデさん、噛んだけどバカよ、これは通してくれよ。バカよ、あなたのこと意外とありますね。長澤さん、バカよ、いかんか、言ってほしかったわと。あの、叩かれる対象には見えなかったですね。グラさん、バカよもゴルジュの面白いやつだったわよ。まだなんかちゃんと面白いのに。チュアボイ、チュアボイ書いてる。夏に最高だぞ。今日さん、進藤さんゴリゴリに緊張しているから。今日さん一個拍手さん、バカはあなたは上がってほしかった。ボンボンボン83さん、バカは面白かったのおじちゃん、残念、ぜひちゃんと売れるまで頑張ってほしい。最高だと思いますね。あーさん、モノマネのグラデーションとか地味に難易度高いことやってて草で105167。バカはあなたは最初に出た時本当に衝撃的ですげえ好きだったけど、最近テレビ見なくなってきて残念だよ。バカ年齢なんか言ってると笑いにできるんじゃないかな。ケオさん、ケオリアさん、バカはあなたは3回戦のアキナよりは嬉しく誰か。一流さん、バカはあなたは新郎さんが遅刻せずちゃんとしればもっと売れてるのに、あとちょっと楽しみなのも気になる。アラオさんの肩泣きが笑った。なんかちゃんとしたこと言ってる。鉄のキンキンさん、あ、来た。バカはあなた面白いやん、なんで落ちたん。これなんかかぶせコメント言って、あ、朝日の思い出のパス、この人はこれだけ冗談じゃないよ。立山ピンクさん、シングルの神々、それを台本通りに進行して拾わず笑いに一旦できないから、厳しい、厳しい。バカよ面白かった。それやっぱバカよあなたはいい。シエスタさん、カンナだからバカよ追加する。カンナとかで落ちることあるのね。僕使っても本当なおさら面白い。カズカズさん、新藤さんは自身のチャンネルで受けはいないって言うけど、それなりに受けてる感じや。あ、受けてるな。 YM さん、バカちゃんと面白いけど結構これどんぐらいの通信だ。あれ福ちゃん、バカはあなたゴーグラインだと思う。ああ嬉しいですね、そういうの書いていただけると。コメント職人、バカは上がってほしかったけどなと。ザルチさん、ファラオさんの声のトーンめちゃくちゃいいけど全体のまとまりが感じられなくてもったいないネタだね。進藤さんとファラオさんのテンポがガチッとハマればまた一緒いけると。まあ、テンポがちょっと悪かったのかな。みなみなさん、バカはあなためっちゃ面白いけどな。コラムさんの中面白かった。やはり全然の壁は高いと。でん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 、ダブルビッグカモトさん、カテリアクルバカはあなた見ようと思って再生したらびっくりしました。これでゴリ族を邪魔で、ゴリ族勝つの背中に刀だけで出てるそうすごい。これはいっぱいありますね、まだまだ。でもほとんど褒めてくれてるね、言うても。すごい、苦言が気にならないぐらい、ちょっとあるぐらい、すごくありがとうございます。これ切りないぐらい書いてる。まだまだその後もあって、ちょっと多すぎるから、まあまあちょっとこちらコメントのこちらに戻ってきます。いや、ありがとうございます。ていうかゴミラジオの住人多かったので、ありがとうございます。バカはあなた頑張れよ、オリアも頑張れ。そうね、あなたが頑張れるように、見本となれるように頑張りたらいいなと思いますね。
セルライトスパ落としちゃダメでしょ。セルライトスパ。愛されてる慎吾さんも打つな俺。よかったね。ありがとうございますね。やばい、向こうとしてたのか、ね、決勝。まあ、ワイルドカード、あさってに迫っておりますので、皆さん、まあ、楽しみですね。勝ち上がる。全く全然違うところが勝ち上がる。日本の社長の店の仕事の後の、魔人部門で、全く予想しないところで勝ち上がってきました。そういうパターンもあるかもしれないね。だからまあ全員チャンスがあるっていうところもあるんですけど、準決勝で一番勝ったっていうのがまあ1から3、あそこが多分どうしたらあんまり損をしないような形になるので、どうしても準決勝とか、まあ、準決勝は読売ホールとかやってると1組目から結構受けた気がするんですよ。だからそういうところでやれると一番いいけどね。まあね、ニューピアオールが悪いかどうかわからないけど、なんかちょっとニューピアはね、毎年最初はなかなか戦いづらい感じがしますけどね。またなんかもっと面白いネタだったことありましたね。そうです、5倍から10倍ぐらいは A ちゃんのサムネいいなって、そう最近サムネをねいろんな方が作って、まあ生配信するペースも割と多いので、結構消費ペースが早くだけど、まあなんとか使わせていただきます。しんごさん、そもそも過去は M1 決勝経験あって、今年も3回戦までに行ったり、実力あるお笑い芸人はこうやって素人のお笑いファンと真面目にやり取りしてくれるだけでありがたいです。M1 の話、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。ぜひトーク、ね、シートたちのゴミラジオ、ラジオトークもありますのでね、お時間ある方は聞いていただければと、うん、思います。なんでそう面白いネタやろ。落ちた後。ネタバレしちゃうから雪が分からなくちゃうんだなってのもあるけど、まずじゃあ3トンなんだったら話に なんないだろうって話なんだよね。まあこれは申し訳ないというか、期待をしてたから知りませんけど、準決勝で映画館でありますかって、僕のところには裏情報ですらそこないので、配信があるかどうかって感じなのかな。どうなんだろう。素朴にゴミラジオファラオさん呼ばないんですけど、いや決勝行ったら呼ぼうかな。だから3だよ。決勝行った時にもう無理や撮ろうかな、急にちょっとこれ俺のチャンネルだからちょっと喋ってもらっていいっていうのやろうかと思ったけど、いやまだ見れませんよ、ファラオ嫌いファラオ。3じゃちょっと見せられません。M1 開催以前の昔の芸人さんが15年未満で湯気に飛んで出てきたりしたらシーズンお願いします。あ、なんかそういうなんかなかったっけ。僕バージョンみたいな。まあ、ね、M1 の漫才って M1 の漫才って、ちょっとそれもちょっと面白かった、面白いかもしれない。そういうのもちょっと今話し合って、ちょっとね、ゲーム感覚みたいなのも確かに面白い。食べ食べ送っても、キモファンすぎて嫌いになりません。あ、そんなこと思う人いるけど、あのまだね、僕ね、キモいファンが
るという自覚のところにたどり着いてないので、まだ僕はなんてファンめっちゃいないと思うので、そういうのが送られてくると喜びしかない。あんまりにも多かったら言う、正直まだ言うほど送られてないからね。あ、これまた使えるっていうので、キモいは思わないかな。割といいデザインが多いから、むしろ そこをついて使うものがなくなった方が嫌だという感じですよね。純潔チケット取れなかったら来月友達と万劇にハイストの会単独、あ、ハイストの友の会単独あんの、ブラダブル決勝できたっていつだっけ、発表が27とかじゃなかったっけ。僕その日確かライブ入ってんのよ、あの無限大ホール。だから多分スケジュール見たらいけるんだけど、今これ携帯使ってるからさ、この配信ちょっと 見ないの、調べてください。今実在している15年以下のメンバーも含めて昔の芸人さんが決勝誰が残れるかも決勝、ああ分かりました、名前とかで出てくるね、米田2000すごいね、ヨネダ先生すごいね、エモラの時代に私クロート受けの仕事だと聞いてくれそうな仕事だと、エモラ別にクロート受けじゃない仕事じゃないですかね、ちょっとなんかね、あんな広いところに行けない。あ、ご米田さん、無限大行きます、あ、本当にまだメンバー誰も決まってないけど来てくれるのありがとうございます。無限大ホール多分300ぐらい入るからね、今告知で多分僕の名前しかないでしょ、多分ゴジラさんですね。12月13日、あ、そうなんだ、ありがとうございます。年の準々決勝と今年の準々決勝で挑もうとしてる、逃げますか、まずね、キムラさんバイトしなくてもいいレベルですか、いやダメです、絶対しないとダメなレベルです、ね、一番 M1 で押してたバイトさんに家とかいるかもしれない、まあ単独ライブとかにはまさかまではいけんってやつ、ね、吉本は現地チケット売れるよりも配信チケット売れるよりも、あ、そうなの、僕なら1回戦から決勝を使うので、それはね、戦い方が分かってなさすぎると思いますよ、まあ、M1 1回も出てなことなくて、今敗退がバカなの再開戦持ちというのを踏まえて言ってるっていうコメントを過ぎる、これは配信あるのか分かんない、以前じゃない構えないの低いかもしれない、確かに頑張ったね。まあ、そんな感じでございまして、今回はね、M1 グランプリ2021の準決勝進出者25組のおさらいと、ワイルドカード誰が一組になるのかっていう予想と、お茶をこぼすというのと、新聞の組の3回戦動画のコメントをちょっと読んで、ちょっと読みというので、ちょっとやりましたということになりました。以上、新戸辰巳の飲みラジオでした。ありがとうございました、ありがとうございましたね、ありがとうございました。では